It's time, 9 p.m. You are listening to 88.8 Smoking Radio FM. You go sexy. My music, my life. Good evening from Radio Kagoe and welcome to My Music, My Life with me, Yuko Sexy. And guys, how's your weekend? Do you feel tired or refreshed?皆さんこんばんは。日曜の夜いかがお過ごしでしょうか。 88.7MHz FM ラジオ川越、この時間は旅するサックスプレイヤーの UKO ゆうこサクシーがお届けしております。 My Music My Life。 この番組は主にインストゥルメンタルミュージックとオートバイについて熱く語る30分間、どうぞよろしくお願いいたします。ということで12月に入りました。いよいよ今年もね、残すところ1ヶ月を切りましたけれども、本当に毎年毎年思うんですけれども、どん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 1年が早い、恐ろしいですね。本当にやることやって、やりたいことやらないと、どん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 、もういつの間にかね、本当にね、もう棺桶に足突っ込んじゃうんだ足突っ込んじゃう感じになりますけれども、今日はですね、なんと、スタジオに素敵なお友達を、が来ていただいておりますので、ご紹介したいと思います。このマイミュージックマイライフ第1回目にも、記念すべき第1回目にも出ていただきました、川越ソワ総遊会吹奏楽団のユーフォニウム奏者、川名和美さんです。パフ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 、よろしくお願いします。川名です。もうちょっと声張っていただいてもいいですよ。声が小さめでしたか。あ、はい、あららら、いい感じです。すいません。はい、ららら、再び登場していただきました。再登場ということでよろしくお願いいたします、ね、スタジオに来ていただくのは本当に1回目以来かな。そうかも、ね、ちょいちょいね、うん、川越ソワ総遊会の、インフォメーションはね、ちょいちょいやってるんですけれども、どうもいつもありがとうございます。はい、こちらこそご活躍ね。この前は全日本吹奏楽コンクールで、ーなんと優勝金賞、ゴールド金賞をいただきました。素晴らしい成績ですけれども、ありがとうございます。そんな川名さんが先日の私の、15周年記念コンサートね、渋谷のジェージブラッド、はい、行かせていただきました。はい、ありがとうございます。来ていただきまして、なんかちょっと感想とか、感想ぜひ、はい、お願いします。いや、矢田さんの、あ、矢田さん矢田さんでいいですよあのテナーサックスの音色がね、とても良くて心地よくて、いいひとときでした。で、あのゲストのね、アルトサックスの方、はい、若菜ちゃん、はい、若菜さん、あの初でしたんですけども、はい、なんかこう最初聞いた感じが、あ、なんかだいぶ矢田さんとは違うタイプの方だわと思ったんだけども、やっぱりこう2人で演奏してるのを聞いて、まあとてもいい感じだなと思いました。ありがとうございます。素晴らしいお褒めの言葉をいただきまして、はい、ありがとうございます。またね、吹奏楽とはちょっと違った、だいぶ、もうだいぶ違った、ね、だいぶだね、だいぶ違ったテイストで、あのまま、はい、あのままの私が吹奏楽入ったらもう大変なことになっちゃいますよね、うん、そう、怒られちゃう、もう場を乱すそれはもうね、一匹狼な感じな音になっちゃいますからね。まあ違う感じですけれども、あれはあれで、これはこれでという感じで、そうそうそうね、川名さんは結構毎年のように、私の周年コンサートをね、見てくださってるのでね、行かせていただいております。いろいろとこう成長してますでしょうか。私はそうですね、はいいろんな意味でね。何そのいろんな意味どういうこと、どういうことですかね。怖いですね。あんまり深くは聞かないようにしたいと思います。後半もちょっとね、川名さん出場してもらいたいと思います。それではね、本日も1曲お聞きください Alright, so now let's kick off the show with this track right here on David Sanborn Chicago Song。 聞いてください。
ストで映画音楽のコーナーは本日お休みにしまして、せっかくねユーフォニウムの川野和美さん来てくださってるので今日はね楽器もなんと持参してきてくれました。イエーイ。ということでよくねテレビでやってるじゃないですか、どっちの音が値段が高い音でしょうっていうね、芸能人格付けチェック的なのをね今日はユーフォニウムでやってみたいと思います。さすがにちょっと楽器を変えるってことはできないので。そうなんですよ、マウスピースっていう部品で部品まあそれでもまあ高いものもあれば安いものもある。そうですね、マウスピースっていうのはですねお口に当てる一番、大事な部分ですよね。そうですね、そこで音色が変わったり結構するんですけれども、今日は、2種類のマウスピースをね川名さんが持ってきてくれておりますので値段がね全然違うんですよ。一つは1万円以下、1万円しないぐらいのマウスピースで、もう一つが2万円以上するっていう、2万何千円だか。だから、もうすごい差があるわけではないんだけど、でも分かる。でも倍以上ね、倍以上値段違いますからね。それでどっちの音が値段の高いマウスピースでしょうかというのを A か B の2択でね選んでいただきたいなと思うんですけれども、同じ曲のある一部のフレーズをこれから、吹いてもらいたいと思います。ぜひ皆さんもね耳の中かっぽじってよく聞いてほしいなと思います。はい、曲は、You Raise Me Up の一部を皆さんにね同じところのフレーズを聞いてもらいたいと思います。はい、それではじゃあちょっと準備を始めてください。はい、じゃあちょっと、マイクを置いていただいてちょっと待ちくださいね。はい、 OK ですね。じゃあちょっと、BGM を落とします。それではじゃあそれではまず A からお願いします。そういうことは言わないでいいんですよ。次では B 行きたいと思います。準備はいかがでしょうか。はい、では B お願いします。パチ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 、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。皆さん分かりましたかね。分かったでしょうか。私の中ではだいぶ分かりやすいって感じなんですけども、
矢田さん的には全然わかんないでしょ。ちなみに私はですね、実は事前にね、あの格付けチェックしたんですけれども、見事二流芸人はい、もう御座でございます。私は外しました。でもあのこのマイク通して聞くと、あの伸びが違いますね。はい、あの分かりやすかったです。非常にさっきは普通にね、あのエアーで聞いたんですけど、でもね、もうまあもともと素晴らしい音をされてますので、あの私の耳もわからないぐらいわからないぐらいどちらも素敵な音なんですけれども、さてこの音の違いが分かったでしょうか。分かったでしょうか。当たった方には何かプレゼント。え、二択だよあ、そっか、二択だよ。だいぶ当たる確率高いよ。そっか。でもね、当たった方の中から抽選で何名様がいいですかね。二択なんで2名様にしましょうか。そうだね。2名様に、じゃあ1月のファミリーコンサートでカーナさんに会ったら、カーナさんと握手ができるこのあのソーシャルディスタンスの時代に握手をするというソーシャルディスタンスを保たずに握手すると。来年もやっぱソーシャルディスタンスですかね。まだね、まだダメか。まだダメだそうです。はい、なんかいいことがあるよぐらいにしておきますかね。それぐらいでいいですかね、うん、自分的にはどうですか。吹きやすさとか全然違いますか。吹きやすさ全然違います。あ、やっぱり値段は嘘つかないと言いますか。はい、そんな感じですか。はい、もう戻れない。もう戻れない。後には引けないわそんなに違うんだ。うん、違う。あ、そう、うん、やっぱストレスなく吹けるって感じ。ストレスなく吹ける。あとなんかすごい音程の調整とかもすごいしやすいの。あ、そうですか。そうそうそう。音程は大きいね、確かにね。そうそう。楽器によってこの音がすごい低くなっちゃうとかあるから、うんうんうん、あるよね。その調整がこう安いマウスピースより高いマウスピースの方がしやすい。まあでもユーフォニウムのマウスピースのなんだろう、相場みたいのあるのかな。いや、もうピンキリじゃないですか。ピンキリですか。その中でも今日吹いたのは私が持っている中では高い方。中の上。中の上。もう高いものを見たらもっと高いのがいっぱい出てきちゃうから、マウスピースなんて。まあね、そうだよね、うん、はい、ということで皆様ぜひとも A か B 二択ですのでね、当ててほしいなと思います。よろしくお願いいたします。 You go sexy My music My life 僕の私の可愛い愛車コーナー。このコーナーでは全国のバイク好きな方に登場していただきまして、オートバイの楽しさやご自身の素敵な愛車を紹介していただきます。今日はですね、ちょっと趣向を変えまして、2021年の人気バイクランキング、トップ10というのを皆さんと一緒にシェアしていきたいと思います。月刊オートバイで毎年開催しているジャパンバイクオブザイヤーというのがあるんですけれども、この企画はですね、読者の皆様の投票によってその年の人気ナンバーワン車種を決めるという、排気量関係なしの総合クラスの結果を皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。まあ、私ね、まだまだ初心者ライダーなので全然バイクのこと詳しくないんですけれども、それを踏まえてちょっとね見ていきたいと思います。それでは第10位、ダラン、ホンダレブル250。ちょっと意外だな。もうちょっとなんか上位に食い込んでくるかなと思ったんだけど、かっこいいよねこれもね。
重厚でクラシカルという従来のクルーザー像から離れ、スタイリッシュで軽快、しかも実用的なモデルとして2017年にデビューしたレブル250。今やクルーザーの枠に縛られない多くのライダーに愛用される大人気の定番モデルとなりました。いや、レブルはね、街を走ってても本当によく見かけますし、私もねちょっと迷った。大人気でなんかあの何ヶ月半年待ちとかね結構言われてましたよね。続いて第9位、ダラダン、鈴木刀。ほー、私のちょっと苦手なタイプ1980年に登場、時代を超越した独特のスタイリングで今でも絶大な人気を誇る GSX-1100S 刀のスピリットを現代に復活させるべく新たにデザインされた新時代の刀として2019年に登場しております。そんな歴史があるんだ、すごいですね。高い、なかなかいいお値段しますね。続いて第8位いきたいと思います。川崎 Z900RS。 あ、かっけーな、かっこいい、好き、私これ好き。メーカーを問わず日本では根強く支持されてきた70年代風の古典的スタイルのネイキッドモデル Z900RS は往年の名車 Z1 の個性的スタイルに Z900 ベースの現代的メカニズムを、合体、豪快な乗り味と現代的な走りを楽しめるモデルとして人気。かっこいい、4気筒だった。こちらもなかなかのいいお値段しますね暖かい。続いて第7位、お、またもやホンダレブル1100。あ、何、1100ってあるんだ、知らなかった。あ、こっちは2気筒なんだ。1100の方がでも見た目がなんかちょっとかっこいいな、色も。レブルシリーズのトップモデル、新世代クルーザーとして人気となったレブル250のコンセプトを大排気量クラスに持ち込んで開発されたレブル1100。シンプルで快適性も高いスタイルのボディにアフリカンツイン系の 1100cc 並列2気筒エンジンを搭載、余裕のパワーと低重心で扱いやすく快適な乗り味で大型クルーザーのイメージを変えました。かっちょいい。レブル250よりこっちの方が私は好きだな。あ、でも思ったほど高くないね。高いけど高くない。続いて第6位、ダダダン、ホンダ GB350。 何これ、やばい、一目惚れだわ。え、これ超絶いいじゃんえ、かわいい、本当に欲しいこれ。え、知らなかった、これ。何、人気沸騰中のレトロシングル、ヤマハ SR400 と入れ替わるかのように2021年の春にデビューしたレトロなシングルスポーツ、今年発売したばっかりなんだこれ。 GB350、 70年代そのままのバイクであることが魅力だった SR とは対照的に GB は最新技術を駆使し開発された1台、現代的な完成度の高さと魅力的なレトロスタイルを合わせ持ち、新しいユーザー層にもアピールしている。ちょっと待って、これめっちゃいい。欲しい、欲しいよ。結構お手頃価格だ、しかも。何これ、初めて知った、衝撃。お、ちょっと今日は5位までだね。
5位までいこう。第5位、ダダダン、ホンダ CT125 ハンターカブ。あ、これもよく見るね。うちの、親戚も買ってた。大ヒット新生ハンターカブ。本来実用モデルであるスーパーカブをベースにした CT125 ハンターカブ。往年のハンターカブを再現したクラシカルでタフなイメージのスタイルは日常を冒険にする乗り物として魅力にあふれています。それに加えて現代的な完成度と信頼性も得て2020年6月のデビュー直後から大人気に。いや、これもね、何ヶ月待ちとかね言ってましたね。赤いのが特によく見ますね。といったところで、では、後半5位から4位からは次回お届けします。このコーナーでは主にゆうこサクシーのツイッター、インスタグラムのバイク専用アカウントゆうこバイクで総合フォローしてくださっている方の中から素敵な投稿をされている方にお声をかけさせていただき、全国各地でインタビューしていきますので、ぜひぜひUKOバイクをフォローしてくださいね。以上、僕の私の可愛い愛車コーナーでした。ゆうこサクシーがお届けしておりますマイミュージックマイライフ、そろそろエンディングのお時間となりました。はい、それでは本日はですね、ゆうほの川名さん、ゲストでお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、12月のね11日にちょっとイベントがあって、その一緒に練習でね今日は来てくださったんですけれども、予行練習、予行練習をしてそうなんですよ、せっかくなので何かカーナさんの方からイベントの、紹介宣伝ありますか。私が所属しております川越総和奏友会吹奏楽団のですね、第44回定期演奏会と、第15回ファミリーコンサートが来年、2022年1月23日日曜日、ベスタ川越にて行われます、ぜひご来場お願いします。で、情報はですね、1時会場、2時開演、入場は無料。しかし要整理券です。そうなのよね、整理券を持ってないと来れないかと思われます。そうなんですよね、やっぱりもう無料ってなったらもう争奪戦ですからね。そうですね。あ、じゃあせっかくなら、さっきの、あの A と B の格付け、チェックで当たった方に、2名様に、ね、ご招待チケットぜひプレゼントっていうのはいかがですか。ぜひ来てください。なので皆さんどしどし、あの回答は1回ですよ。回答 A と B 両方出すのはなし、ダメ、それ無効になります。ダメ絶対ダメ絶対 A か B でお答えいただければと思います。番組公式のツイッターの方に、ハッシュタグ UKO ラジオで、A か B 書いていただければこちらでピックアップしたいと思いますのでね。はい、お願いします。確率は1/2、1/2、かなりでかいですね。でかい、分かりやすい、分かりやすい。このラジオアーカイブも残りますので、よかったらねそちらも聞いてもらって、まだね1月23日なので12月いっぱいまで締め切りにしたいと思います。はい、なのでそれまでよく聞き比べていただいて、A か B か当てていただければと、ぜひとも思います。ユーフォニウムって本当なかなかマイナーですよね。しかし、そうだねでもあのあれだよ、サックスさんとはご親族だから
らしいんですよ、うん、びっくりじゃないこれ。サクソルン族だから、サクソルン族、サクソルン族だから親戚だからねえ、いとことかそういうこと。そうそう、多分そんな感じ。ハトコとかいとことかいとこそうなんだよね。川中和美さんでした。この番組では皆様からのコメントをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ UKO ラジオでつぶやいていただければ番組内でピックアップしていきます。またゆうこさくし公式 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube チャンネルもやっていますので、ぜひともフォローやチャンネル登録していただけるとありがたき幸せです。それと時間が遡ってしまうんですけれども、日曜日の夕方5時からラジオ川越小川和正の釣りバカ仕事人という番組で、ゆうこさくしーはアシスタントと番組内の音楽も担当しております。こちらの番組の方が私の曲がかなり流れますので、ぜひぜひチェックしてほしいなと思います。 Alright、 それでは皆さん、また1週間乗り越えて日曜の夜9時ラジオ川越でお会いしましょう。お相手はサックスプレイヤーのゆうこさくしーでした。Thank you for listening to my music, my life on Radio Kawe. See you next time.